四日市瞬時電圧低下事故は、2010年12月に、三重県四日市市の中部電力四日市火力発電所で発生した、瞬時電圧低下事故。四日市コンビナートの工場などに、一時創業停止の影響が生じた。2010年12月8日水曜日5時21分頃、四日市火力発電所内にある変電所のガス、開閉装置につながる。 送電線でショートが発生した。同装置は6復火用で絶縁された導体線3本が通っているが、後の調査で3本ともショートしていたことが判明した。これにより保護系電気が作動し、愛知県西部、三重県北部及び岐阜県西部を中心とした一帯で0.07秒間の電圧低下が生じた。電圧低下の割合は、 三重県桑名市の西名古屋変電所で約60%、岐阜県和野内町の南大垣変電所で約50%であった。中部電力は翌2011年2月18日に最終調査結果を発表し、事故の原因は日立製作所が1986年に暖炉機を組み立てた際に、 わずかなズレが生じたままボルトで連結したため、長い年月の間に力が弱まったボルトが、脱落した結果ショートが発生したと断定。責任は、暖炉機を製造した日立製作所にあり、中部電力としては顧客への賠償には応じないとした。日立製作所の変電事業を継承した、共同出資会社、日本 AE。 パワーシステムズは責任を認め、再発防止に努めるとコメントした。このほか、四日市市の三菱科学、東、ソーパナソニック電工、鈴鹿市のホンダ研工業、桑名市の三重ゴミ固形燃料発電所で一時操業が停止するなど、三重県、岐阜県の大口需要課146件に影響が生じたと見られている。ありがとうございます。